はいどうも、ケイキングです。今日はですね、サガフロンティアリマスターで遊ぼうということで、ちょっと久しぶりに起動したんですが、レッド編クリアしてから、ちょっとやってなかったんですよ。やっぱりさ、ヒューズ気になるよね。ここに入ったっていうのがいいよね。はい、ヒューズ編、ちょっとやりたいなと思います。あ、で、事前情報とかはね、一切なしでやってます。初見でやれるっていうのがいいよね。俺ほとんどサガシリーズはクリアしてるんですよ。初見でできるってのはもうこれ貴重。俺の中で。いきます。この主人公。主人公っていうのはいいね、ヒューズが。やっとなれたな、主人公に、ヒューズ。さあ、まずはレッド編の話っすね。あ、一緒に乗り込んだところ、まあここも一緒にね、解決しましたね。あ、てわけでか。あ、みんな俺についてこい。全員集合か。まあサイレンスは入っていないですけどね、ここに。あ、違うか、集合じゃねえかこれ。あ、やっぱちゃんと分かれるんですね。分かれて操作か。はい、俺はキャンベル、まあ、キャンベルのビルに行くって感じっすかね。じゃあちょっとシナリオを確認して、マンハッタンのキャンベルビルに向かおう。レンがいますね、左上です。あれ仲間になる？とりあえずちょっと話しかけるか。なんて？先輩、これから捜査ですか？お前も手伝え。来る？お、来た。早いね。速攻仲間になるんですね。このレンはね、プレステだと仲間にならないですよ。このリマスターからですね。とりあえず、装備やね。あ、そうか。引き継いでるので、この辺があるんですね。じゃあ。まあ、適当にね。ちょっと確認しつつ、そうやね、あとは装備したいのは、持ってるのはこんな感じか。まあこれで十分ですね。あ、あとレンか。まあこうしとくか。で、あとまあ何でもいいっすね、この辺は。とりあえず、まあ、体勢だけつけて、はい、これで OK です。ある程度何が来ても大丈夫。
さあ、マンハッタンついてます。ビルやね。じゃあビル行こう。自由行動、まあ今できたじゃないですか。仲間集めなくてよかったですかね、これ。さあ、レッドがいた。ミス・キャンベルに面会したい。アポなし。ジョークが動くからな、こいつがつけるなら手を貸すぜ。さあ、来ました。もうレッド出てますけどね。これ荒くねえともう戦う。これしょっぱな、戦うんすかねこれ。どうすかな。シャイニングキック全力でいくか。まあとりあえず好きな技詰め込みたいよね。レッドか。あとはどうしようかな。まあこんだけ強いっすからね、余裕っすよね。違う。はい、とりあえずこれでいこうかなと思います。あ、やっぱしょっぱなバトルなんですね。まあ俺ヒューズ、あのタイズの好きなんですよ。とりあえずキックから行こうかな。レンどうすかな。レンもタイズ行くか。あ、これ引き継ぎありじゃなかったら積んでましたね。これ積んどったやろ。しょっぱなゲームオーバーのパターンやろこれ。絶対そうっすよね。あのリュートと一緒や。さあ撃破。しょっぱなちってきたら危なそうやね。ここちょっと倍速にします。あ、いいね。ヒューズ&レッド、ヒューズエミリアとかもあるんですかね。さあコットンいました。これ順番に四天王倒していく感じっすかね。ここに来たってことは次はシューザー倒すんやね。これこんなガンガンシナリオ進むんですね。いいね。
いや、面白いじゃないですか。まあ、とりあえず、ちょっと確認だけして。はい、まあ、OK やね。コットン使っていくと。よし。ここであったが100年目。覚悟しろ。まあ、とりあえず全力でいくか。まあ、これアルカイザーが余裕なんですが、普通行ったらちょっときつかったよねこれね。こんな速攻さ、四天王とバトルとかきついよね。はい、とりあえず撃破。ちょっとこんな感じでサクサク進めていきます。シナリオ気になるんですよね。さよなら父さん。次ドールか。はい、コットン。じゃあ次ベルバと戦うんですね。ドールの姉さんは待ってるぜ。もう勝手にここ来ました。役に立てると思うぜ。そうやね。そうか、じゃあそうだね、ちょっとここは変えたいですね。レニーも持たせて、どうすかな。まあ、なんかいろいろ使いたいよね。あとは、あ、コットンやね。コットン装備。まあ、とりあえずちょっとこっち。ドール。で、ドールにも持たせます。はい、とりあえずこれで OK です。あとはまあそうやね、まあこんな感じでいいっすかね。はい、じゃあ行きましょう。でもすぐバトルなんですね。移動とかはね、できないです。違う。レン。そして、ドール。あ、そう、ドールも強いんですよ。
レッドエンでね、最後使ってたので。オッケー。ベルバー撃破。で、次、ラストっすね。ドール。いや、こんなポンポン進むんすね。若さゆえのあれか。認めたくはないものだが、若さゆえの過ちというもの。センサーに反応。で、メタルブラック。で、加勢するって感じだね。そうやね。まあ、レッド使いたいですよね。どうすかな。まあ適当にちょっとこれで OK です。まあ楽勝でしょう。ドールはそうやね。さあ、これで四天王終わって、全員集合。これ普通に終わるって感じ。これはい、四天王倒して、この感じはそうっすよね。これやっぱりマジこれで終わる。ちょっと行ってみます。途中のさ、ダンジョンのまあ道とかあるじゃないですか。それやらなくていいからいいっすね。サクサクいけるよね。はい、ドクタークライン。さっと済ませてくれ。
これでとりあえず OK なんかこれ。音がひらめいてましたね。黒幕がいるはずだ。準備はいいか。はい。さあ、そうっすね。あ、セットしてねえじゃん。しまった。まあまあ、いいでしょう。あ、俺ね、新速三段突きが好きなんですよ。それで、ちょっと攻めたいなと思います。あとは、どうすかな。アルカイザ頼みっすね。かっこよく攻めたい。でーん、まあ、多分サクッと終わりますよね。ちょっとこのまま押しますね、これで。なかなかやるやん。さあ、しっかり防ぎつつ。あ、OK。あ、こういう話聞けるのはいいね。お、うちで見習いやらないか。絶対に嫌。この絵はいいっすね。パトロールの邪魔するなよ。当たり前だ、おっさん。これでヒューズ編終わりですね。リマスター版か。いいえ、
まあ、とりあえずちょっとタイトルに戻りたいなと思います。あ、ちょっと待てよ、これ。星変わりましたね。これさ、もしかして、竜とエミリア、まあ、T260G とかさ、まあ、クンとか他の主人公いるじゃないですか。これまず、このヒューズの色の星がつくじゃないですか、これが。これ全員分の視点あるね。ヒューズ視点が。で、やっと最後にヒューズ、つくって感じか。レッド編やってヒューズやったからこのレッド編だったんですかね。俺ね、一番やっぱ気になるのは、やっぱエミリアっすよね。エミリアやってヒューズやれば、エミリアのストーリーっすよね、多分これ。あ、そういうことか。だからレッド編やったんですね、俺。俺なんかレッドをチョイスしたんかなと思ったんですよ。まあ、結構関わりあるじゃないですか、レッドとヒューズは。ヒューズといえばって言ったらさ、まあ、やっぱレッドかエミリアだと思うんですよ。そういうことか、これ。まあ、短いっすもんね。ダンジョン途中ないですし。いや、これ楽しかったっすね。ちょっとなんかサクッとした感じになっちゃったんですが、だからエミリアクリアしないといけないですね。エミリアクリアしてヒューズやればいいんやね。ちょっともう一回ヒューズやってみようかな。取り調べじゃん。どれでもいい。まあでもやっぱこれになるんですね。やっぱクリアしてや。好きなシナリオ選べるんですね、クリアしたら。だから全員のボスと戦えるってことですね、ヒューズは。あ、ヒューズ編面白いね。はい、ということで、終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。